滋賀県は今日新たに555人の感染が確認されたと発表しました。また、70代の女性2人の死亡も発表されています。続いて昨日の感染状況です。昨日28日水曜日は前の週の同じ曜日に比べて480人ほど減った626人の感染が確認されました。また、昨日は。 80代の男女2人の死亡も発表されています新たなクラスターとしては大津市の介護関連事業所で5人など2カ所が確認されています昨日午後5時現在の最大確保病床に対する病床使用率は27.6%重症者はいません次です

およそ4万3 0平方メートルとすることを発表しましたこの土地は現在耕作放棄地となっていて市は所有する個人11人と1団体とはすでに所有権移転について書面で同意をもらっているとしています高島市のゴミ処理施設については老朽化に伴い現在市内から出される可燃ごみ1日およそ40トンが 暫定的に三重県の民間施設で処理されていて新しい施設の設置が急がれています高島市は公募によって市内3カ所を建設候補地としてきましたが検討委員会の調査の結果3カ所すべてが不適とされこれを受け今年7月計画は白紙となっていましたしっかりと議会のご理解さらにはもちろん,ちろん地元あるいは 周辺の各、まあ、自治会の皆様にもご理解いただけるように、まあ、不退転の決意で臨ましていただければというふうに考えているところであります高島市は今後、10月の早い時期に、近隣の住民や隣接する自治会などを対象とした説明会を開きたいとしています。 今月8日、長浜市の中学校のグラウンドに車で侵入し暴走したとして逮捕された長浜市の48歳の女性について大津地検は不起訴としたことを明らかにしました不起訴処分となったのは長浜市南高田町に住む48歳の女性です女性は今月8日 長浜市立西中学校のグラウンドに車で侵入し暴走したとして建造物侵入の疑いで逮捕されていました生徒らにけがはありませんでした大槌県は女性について機能付けで不起訴処分としたと今日発表しました不起訴の理由は明らかにしていません今日9月29日は滋賀県が誕生した日 そして今年は150周年です。県庁では記念のセレモニーが開かれました。今の滋賀県は150年前の今日、明治5年1872年9月29日に南部の滋賀県と北部の犬上県が合併し誕生しました。この150周年を記念して、日本郵便は今日から 記念のフレーム切手を販売することになり県庁で贈呈式が行われました記念切手は1939年に建てられた国の登録有形文化財でもある県庁本館がデザインされ筑部島や彦根城、琵琶湖大橋など四季折々の滋賀の風景の84円切手10枚がセットになっています現在55代目となる三日月知事は 知事室に飾られている歴代の滋賀県知事の写真を見これまでの先人のさまざまな苦労があった中での歩みに思いを馳せさらにより良い未来を切り開いていきたいと話していましたもうコロナ禍でいろんな苦労もあります戦争も乗り越えてきた歴史ですけれども戦争のない平和な時代であるべきだと思いますし石鹸運動などで 琵琶湖の汚れ、こういったものを克服してきた歴史もあります。こういったことをもう一回、思い返しながらですね。いろんな、施策や歴史を紡いでいきた、いけたらいいなと思いますね。はい。なお、滋賀県政百五十周年記念のオリジナルフレーム切手は。県内すべての郵便局二百三十局で。一シート千三百三十円。 700シート限定で販売されています大津地裁の新しい所長に前の松江地裁所長の西田貴弘氏が着任しきょう会見に臨みました西田貴弘新所長は大阪府出身の60歳東京大学を卒業後大阪高裁の判事や島根県の松江地方を 家家庭庭裁裁判判所所所所のの長長を務め先月22日付で大津地方家庭裁判所の所長に着任しています中には裁判所がなかなか近寄りがたいということもあってです、ね、場合によっては泣き寝入りしたり、あるいは自力救済に及ぶことによって、余計に紛争を複雑化、問題を大きくするような事例もあるかもしれません。 そういったことがないように、身近で利用しやすい裁判所を実現したいと思っているところです西田新所長は、大津地裁が全国に先駆けて取り組んでいる民事裁判での手続きの IT 化にも力を入れたいとしています。